ポケモン、ポケモン、ポケモン、ポケモン。アオちゃん、ポケモン、ポケモン。おしんちゃん、あ、お腹すいたんだけど。え？お腹すいたの？早いよ、まだ放課後すぐじゃん。早く帰りたいよ。新作のポケモンのゲーム買いたいの俺は。付き合ってよ。新作のポケモンのゲームってバイオレットでしょ？うん、そう、バイオレット&スカーレット。もう古いよ。え？古いのあれ。いつ出たっけあれ。今はタコス&ライスが流行ってるんだよ。タコス&ライスってお前が食いたいだけだろ。え、そうだっけ。もう早く、しんちゃんゲーム買って帰ろう。お腹すいて死にそう。待て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 、先にとりあえずドンキホーテ行こう。ドンキホーテ。なんで？ドンキホーテ行って何買うの？ポケモンだよ。ドンキホーテの方がさ、いっぱいあるからさ、近いんだよ。こっちこっち。ドンドンドン、ドンキー、ドンキホーテー。ポケモン好きな人はチャンネル登録と高評価よろしくなのだ。ハム太郎なのだ。ヘケ。ヘケじゃねえよ。え？ちげえじゃん。ポケモンだよ。ああ、ポケモンね。あ、あった。ドンキホーテ。ほら、ドンドンドン、ドンキー、ドンキホーテー。よーし、あいちゃん、ポケモン買い行こうぜ。どこにあんの？ねえ、早くしてよ。確かね、ゲームコーナーがね、あったはずなんだよね。あおいちゃんにさ、じゃあ、スカーレット買ってやるから、俺バイオレット買うわ。ポケモンやらないよ。お願いお願い、一緒にやろう。ほら、なんか最近のポケモンってさ、なんかこっちにしか出なくてあっちには出るみたいなあるじゃん。そんなの初期からそうだろ。あ、そうだっけ。交換しよう。そういうな、限定のポケモン見つけてさ。あー、じゃあ青がスカーレットを買ってもらうから、しんちゃんやりなよ。俺が2つやるってこと？そう。できるわけねえだろ、お願いだよ。自分の世話もできないのにポケモンの世話なんてできるか。確かに、そりゃそうじゃ。沖縄博士じゃねえんだよ。しんちゃんここ最上階だよ。もうゲームないんじゃない？あれ下かな。じゃ下行ってみよう、もう一回。もうめんどくさいな。大丈夫、どっかあるって。もうないよ。だってもう上にも下にも下がっても、食品売り場しかねえよここ。大丈夫、金ならある。たんまりとパパにもらったんだ。パパが金持ってんだ。よし、とりあえず探そう。どこにあんの？よっしゃー、おいちゃんゲット、ポケモンゲットだぜ。あー、もう長かった。おいちゃん、飯食う前にさ、ポケモンやりたいな。早く帰ろう。ポケモンしてから帰らないの？もうお腹すいたって言ってんじゃん。もう早く帰ろうよ。分かった分かった、じゃあご飯食べた後しよう。ご飯食べた後一緒に。はいはい、分かった分かった。ご飯食べた。あ、やべ、雨降ってんじゃん。うわ、やば、どうしよう、傘持ってきてねえよ。もうしんちゃんがボタボタしてるからだよ。痛い痛い、ごめんごめんごめん。どうしよう、待って、めっちゃ雨じゃん。どうしよう、もうダッシュで帰るしかなくて。じゃあ迎え呼んでよ、しんちゃん。今日ね、羊がいないんだよ。なんでこういうタイミングさ、いい時にいないの？今日ね、運転手さんとか羊とかね、みんな休暇らしい。よし、あおいちゃん、ダッシュだ、ダッシュだ、ついてこい。もう、しんちゃん、急げ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 。やばい、ちゃんちゃんと右見て、左見て、よし、行くぞ。ほら、あおいちゃん買ってあげるから、唐揚げ棒我慢してよ。唐揚げ棒だけじゃなくて、肉まんもだよ。肉まん、いいよ肉まん。どうしたら、あおいちゃん、急いで。しんちゃん、しんちゃん、なに、濡れちゃうよ、おいちゃん。あ、犬だ。拾ってくださいって書いてる。拾ってください、もしかして捨て犬なんじゃない？捨てられちゃったのかな。雨降ってるのにこんなところでかわいそう。ねえ、めっちゃ濡れちゃってる。どうしよう。飼ってあげられないの？うち？無理だよ、無理無理無理。うちの親厳しいもん。あ、おいちゃんが飼ってあげればいいじゃん。無理だよ。無理？だって猫2匹もいるんだよ。どうしよう。どっか濡れないとことか連れてってあげる？あ、ほら、こことか、ここら辺とかちょっと雨宿りできるんじゃない？ここら辺とか。まあ、そうかも。ほんなら大丈夫だよ。ほら、お前こっち来い。こっち来い、ほら。ここ、ほら、ここなら濡れないでしょ。ほら、ほら。
濡れ濡れ。オッケー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 。もう仕方ないよ、葵ちゃん。さすがに連れて帰れないよ。まあ、そうだけど。じゃあ、葵ちゃん、もう雨降ってるし、帰ろう。帰るよ。行こう行こう行こう。急げー急げー、帰るぞ、葵ちゃん急げー急げー、葵ちゃん、びしょびしょだ。もう、しんちゃんのせいでびしょびしょじゃん。急げー急げー。あ、しんちゃん、葵ちゃん、バイバイ。バイバイ、また明日ね。バイバイ。フィッシュ。うわ、寒い。風邪ひいちゃうよ。もう。あのワンちゃん、こんな雨の中捨てられてかわいそうだったけど、大丈夫かな。心配になってきた。様子見に行ってみよう。ワンちゃん、待ってろよ。一回家帰ったんだから母さん持ってくればよかった。あ、まだいる。ねえ、帰るしどこ行っちゃったの？雨でかわいそうだよね。誰か飼ってくれそうな人とかいないかな？ママにお願いしたら飼ってもいいって言われないかな？いや、無理だよな。ママに内緒で飼えたりしないかな？いや、無理だよね。いや、でも、雨降ってます。一回、ママに相談してみよう。そうしよう。よし、じゃあ、アンのところに来い。ママに、いいよって言わせたらいいんだから。よし、おいで。今日からお前はゴンザレスだ。来い、ゴンザレス。よっしゃー。絶対ママに、いいよって言わせてやるぞ。帰ったら怒られちゃうかな。まあ、なんとかなるか。ただいま。あら、あおいちゃん、お帰りなさい。遅かったわね。うん、しんちゃんとゲーム買いに行ってたら遅くなっちゃった。あら、びしょびしょじゃない。あ、雨降ってるのね。ほら、早く帰らせ、風邪ひいちゃうわよ。うん、早く何してるの。今日はあおいちゃんの好きなハンバーグよ。えー、ハンバーグ。やった。早くお風呂入ってきなさい。おー、ママ。ん？どうしたの？あ、どうして犬が入ってきてるの、うちに。どういうこと？ねえ、ママ、一生のお願い。何？ゴンザレスを買ってもいいですか？ゴンザレス？犬のこと？うん、そう、お願いします。どうしたの、この犬。どこから連れてきたの？なんか、ドンキホーテの近くの東横インのとこで捨てられてた。拾ってきたの？だってかわいそうだったんだよ。あと、あそこに豚さんもいるから、ついでに飼ってもいい？ダメよダメ。うちじゃペットは飼えません。なんで？うちは賃貸だろ。ダメだろ、ペット飼えないってことになってるの。じゃあ持ち家にするから。そんなお金ありません。青が頑張って持ち家にするから。もし死んじゃったりしたら。わがまま言わないの。はい、元のところ戻してきなさい。はい、行こう。ゴンザレス、ママにケチケチケチ。おばば、誰よ。おばばよ。あおいちゃん、ご飯抜きよ。どうする、ゴンザレス。いいこと思いついた。ここだったらさ、雨宿りできるよ。ここをゴンザレスの基地にしてあげる。ほな、ゴンザレス、どう？気に入ってくれた？明日の朝、ご飯持ってきてあげるからね。ちゃんといい子にしてるんだよ。これ出たらダメだからね。やめ、ゴンザレス。次の日。ポケモン、ポケモン、面白い。ポケモン、ポケモン、おもしろい。なんじゃもなんじゃもかわいいな。よし、あおいちゃん迎えに行こうっと。あおいちゃん、あおいちゃん、ピンポピンポピンポン。お、しんちゃんだ。おはよう、しんちゃん。はい、あおいちゃん、学校行こうぜ。お、ポケモン持ってんじゃん。おー、え、なんで？なんで返すの？あ、忙しいからできない。
忙しい？暇じゃん、お前いつも。暇じゃないの。青はね、毎朝ね、することが、朝ミッションができました。朝ミッション？そう。何すんだよ、ポケモンより面白いから。見てこっち来て、こっち来て。急いで行かないと学校間に合わないよ。見て見て、ほら、え、滑り台じゃん。何？ゴンザレス。あ、もしかして昨日の犬ゴンザレスって言ってない？お前、え、ゴンザレスだよ。名前つけたの？うん、名前つけたんだ。うんじゃないよ。え、てかな、え、大丈夫なの連れてきて。大丈夫じゃない。大丈夫じゃないよね。ママにすっごく怒られて、元の場所に戻してきなさいって言われたけど、言うこと聞かないでここに連れてきてる。そういうこと。え、でもバレたらやばいんじゃない？大丈夫だよ。ちゃんとね、毎朝ご飯持ってきてあげるからね、ゴンザレス。あ、じゃあお世話できる？本当に。大丈夫だよ。ちゃんと行く前にお世話するもん。じゃあ、おいちゃん、急がないと学校間に合わないよ。オッケー。じゃあさ、帰りにもまたゴンザレスの様子見に行こう。わかったわかった。じゃあね、いい声するんだよ、ゴンザレス。よし、行こう行こう。急がないと遅刻しちゃうよ、おいちゃん。急げ急げ、うん、急げ、行くぞ、学校行くぞ。はーい。痛いって。はーい。はー、また先生に怒られちゃった。もうしんちゃんが悪いことばっかりするからだよ。そうなのかな。あおいちゃんだって怒られてたじゃん。あおは給食食べすぎって怒られたね。そうだよ、田中くんのさ、給食前食べてたじゃん。田中くん広がりだから食べないと思ったんだもん。ダメだよ、おいちゃん。ねえ、ゴンザレスの様子見に行こう。あ、そうだそうだ、ゴンザレス、ゴンザレス、ゴンザレス。ゴンザレス、これゴンザレスいないよ。ゴンザレス逃げた？どこ行っちゃったんだろう。逃げちゃったのかな、ゴンザレス。そんなわけないよ、だって紐で繋いでたんだよ。確かに。え、もしかして誰かが連れて行ったりとか。ねえ、しんちゃん、お願い、ゴンザレス一緒に探して。分かった、ちょ、探そう。じゃあ手分けして探す。俺向こう探すわ、向こう。じゃあこっち探すね。見つけたら教えてね。分かった、探してくる、こっち。ゴンザレス、用か。ねえ、おじさん、この犬、青の犬なんだけど。ゴンザレス、この犬はお前の犬なのか。そうだよ、青のゴンザレスなのに、どこに連れて行くの。この犬は依頼されたんだ、回収しろと。青があそこで飼ってたな。いや、あそこは公園だ、ここの自治体のものだ。そこの代表者からこの犬を回収しろと言われたんだ。ダメだ。ダメだ、俺も依頼された身だ。この犬は回収するしかない。青が買いますから。ダメだ、これは俺が回収する、そういう仕事だ。なんで？おじさんのケチ。ダメだ。あら、何かしら、どうしたの、何かあったの。この人が青のゴンザレス取ろうとする。あらあら、なんだババア、お前には関係ないだろう。何？もしかしてクセイヌ回収されちゃったの。クセイヌじゃない、青が頑張ってお世話してたのに。うるさい、お前はクセイヌの公園で飼っていたんだ。俺は依頼されたんだ、この犬を回収する。あらあら、そういうことね。あなたのお世話、この犬を飼うことはできないの。だってママがダメって言ったんだよ。あなたはこの犬をお世話したいの。だってこいつにはお家がないんだよ、かわいそうじゃん。この犬は処分することは決定している。お前たちは関係ないだろう。やめろ。あ、やめなさい、あ、やめなさい。そんなことしたら本当にこの犬が処分されちゃうわよ。だってだって。分かったわ、じゃあ私が飼うわ。え、あなたがこの犬を飼うんですか。だったら処分はやめましょう。ではこの犬をあなたに渡します。
じゃねえか。じゃあな。あ、葵ちゃん、あれ、いたいたいた。え、見つかった？こんなやついた？この中にパーロンたちがやられてるってのに、ひよってるやついる？いないよな。レディース潰すぞ。どうしたの、葵ちゃん？え、何してんの？マイキーごっこ。マイキーごっこ一人でやってたの？うん。じゃないよ、ゴンザレスはどうしたんだよ。あー、ゴンザレスはね、なんかね、気の良さそうなばあさんが。ばあさん？なんか、あの、悪そうな男の人が連れて行こうとしてたんだけど、会うとボコボコにして、喧嘩にして、東京リベンジャーズみたいになったところに、気の良さそうな おばあさんが、私が買うから大人になったら迎え来なさいって言ったんだ。わかんねえよ。え？とにかく、そのおばあちゃんが、そのゴンザレス引き取ってくれたってことね。そう！なるほどね。ちゃんとそのおばあちゃん家に、ゴンザレス様子見に行くんだよ。うん。大丈夫？ほんとに。目で見える？大丈夫。ほんとかな？わかったわかった。じゃあ、葵ちゃん、帰って、あの、ご飯食べよ。うん。しんちゃん家、今日カレー？あ、うち、毎日カレーだよ。じゃあ、今日はカレー食べに行こうかな。オッケー、じゃあカレー食べ行こう。よーし、カレーだー。よし、今度ゴンザレスにも会いに行こうねー。うん、あーち、今日グラタンだから帰ったらグラタンも食べよう。やば、お前食いすぎだろ。